してる。グラスつけよう。チェックも塗ってる。昨日も塗ってたけど、チェックは昨日はね、昨日もメイクさんにメイクしてもらったから、今日もだけどチェック塗ってる。普段は塗らない自分じゃん。ちょっともうちょっとオフしよう。めっちゃ濃く見えるすごい自分じゃしないからさ、こんな感じのメイク。すごい、珍しいよこんな濃いのは。髪もすごい似てるんですけど、なんかほら横もすごい今日は遅れ毛多め全部メイクさんのメイクさんがしてくれ。白ギャルじゃん。ギャル、嘘、ギャルかな。なんか画面越しで見たら本当に濃く見える。なんだろうね、なんか普通に見た方が濃くない。別に、なんだろう、なんでだろう、普通の鏡で見た方が濃くは見えない。画面だとすごい濃く見える、鏡で見るより。画面の方が鏡で見るより濃い。なぜか分かんない分かんない。自撮り、あ、自撮り分かんないよこれ撮ったけど、まあ今日は載せないけどね、まだ載せない。撮ったけど、また。よりもそこまでここはなんてそんなに。なんだっけ、肉まん？これ肉まんかな。ありがとう。ギフト。肉まんの方集めてる。あんまんじゃなくて肉まん。結婚式、あ、結婚式、あ、確かになんかこんな髪型だよね。なんかこういうさ、くるくるみたいな、イメージでしかないけど結婚式ってそういう行ったことがないから、そういうところにイメージでしかないけど、確かになんかこういうイメージがある。ここら辺のさ、遅れ毛だ、こういう感じのイメージだけど、友達の結婚式って、友達の結婚式、友達の結婚式はまだないかな。確かに、なんか早い人だったらもう結婚してる年なんだろうけど、知らないけど私の友達にはまだいないから。確かにね、19歳だ。
友達っていないかな。親戚、親戚の結婚式もないかな。なかったかな。なかったから出たことないからわかんないけど、イメージだけど、確かになんとなくなんかここら辺のアレンジとかもぽいわかんないけど。めっちゃ寒いんだけど、今日なんかさ普通にあったかいと思ってたらさ、今日昨日よりは温度が高かったから、昨日寒かったから高いと思ってたら普通に寒かった。もうちょっとあったかいかと思ってた。普通に寒い。今日も50分、そう今日も50分やったランキング見ます。開いとこ。今日そこまであったかくない。あったかいと思った。ねえ、まだ寒いよね。昨日はなんか風が強くて寒かったけど、今日はそんなにさ風強くなかったけど、普通にさ今日も50分じゃなくて大丈夫。50分だよ今日も。50分、今日雰囲気がいいです。今日はなんかメイクさんのメイク、今日もか昨日もだけど、昨日もメイクさんのメイクだったけど、今日はねちょっと濃いめだから、いつもよりメイクさんのメイクプラスメイクさんにメイクしてもらったプラス濃いめだから、だからいつもと違う。あと髪型かな、遅れ毛が多め。いつもはここら辺くらい、あっても、いつも多分こんな感じだけど、今日は多い。今日のお弁当、今日お弁当ないよ。すごいよね、メイク。お。メイク。全部メイクさんにしてもらった。ちょっと遠かった。チークは濃い。そう、チークも濃い。撮影はだから濃くしてる。
全部が濃いめ撮影用にって感じ。光で飛ぶからチークとか濃くしないと。ちょうど撮影の時にちょうどよくなる子さん、これは多分ミヤクさんが言ってくれた。撮影の時はねどうしても濃くしないと飛んじゃうからね。光で薄かったらチーク入れても多分変わんない光で飛んで。今日は撮影で濃いめのメイクをしてもらった。メイクさんにメイクをしてもらったから。そう、薄いとね光で飛んで意味がなくなっちゃうは違うメイクさん。あ、昨日とは違うメイクさんです。髪も違うメイクさん。寒い普通に今日なんか大人っぽいメイクとか髪型とかここら辺も巻いてるから多いから多いおくれ毛がだから大人っぽい感じ。巻きがここ取れてきちゃった。このキャップにしてるの部屋ゴムで、あ、これだって自分のだもんこれは自分の部屋ゴムだから普段つけてる。これ髪結んでるやつはメイクさんのやつ、うん、自分のじゃないから自分のでは基本なんかメイクするときに自分のを使うことはないから。普通のお出かけとかじゃない限りね、お仕事でメイクさんがいて髪型してくれるって時はしてくださるって時は、うん、基本自分のは使わないから返さなきゃ。いやこれは返せとか言ってた。 なんていうの使い捨てって感じのヘアゴム、わかるかな。使い捨てのヘアゴム返すとかじゃない、使い捨てのやつ。
目力がすごい。確かにアイシャドウ、アイシャドウはすごい。アイシャドウとアイラインかな、多分。メイクさんのメイク。ブラウン、あれはアイシャドウ、わかんないな。ピンク系じゃないかな、わかんない。画面で見るとわかんないんだよね。ピンクだね、アイシャドウは。アイラインはバーガンディみたいな色じゃないかな。ブラウンじゃない。メールのも塗ってないよ今日。塗ってもらったけど、撮るときもう落として帰ってきちゃった。もう普段塗らないからさ、もうなくて、家にあの除光液落とすやつがなくてもう落として帰ってきましたもうなくて落とすためにさ、普段塗らないからそのためだけに買うのはなと、落として帰ったけど、塗ったんだよね。すごい可愛い感じの色にしてもらったんですけど、可愛かったけど。持ってなかったから。落としてきた。いや、そのままさ塗ったまま帰ってもよかったんだけどさ、買わないといけなかったから買わないとさ落ちないからさ、だからもう落としてきた。お母さんも、お母さんだって寝るしないもん。しないよ、寝る。寝るしないから、誰もしない、寝る。だからもう持ってない。だからもう落としてきた。買わなくていいよ、今さ。そう、妹もだって学校があるからね、したとしても土日しかできないから、そのために塗るのもって多分感じなんだろうね。やんない、やってない、うち塗らないから。で今の子たちそんなにネイルなんかセルフでネイルやってる子そんな少ない気がする。いるけど休みの日だけするみたいな。のよりやっぱジェルの方がさ、ジェルネイルの方が楽じゃんそうだから長期休みとかにジェルするとか。しない、多分。マニキュア、そう、可愛いけど乾くまで長いし剥がれちゃうしね。塗ってる子もいたりするけど、あんまりジェルネイルの方が多分勉強初めてしても何歳の時、そんなの覚えてないよ、覚えてないよ。いつとか記憶がない、そのまま覚えてないです。
ニキュア持ってたけどね、いろいろ、なんか雑誌の付録とかであったりして持ってたけど、結局そんなに使わなくなって、あるのはあるけど使ってない、多分使えないやつも多い、使えなくなるからさ、こうなんか劣化して、初期の話の頃はしなかった。え、ジェルネイルの話、普通のネイルじゃないの、マニキュアじゃないのマニキュアとかはあれだからね、あのそうすぐ剥がれちゃうからさ、塗っても1日とかしか塗らないんだよね、1日2日とかしか、だから配信の頃にしてたかとか、多分さ初めてマニキュア塗ったのとかは相当前だろうけど、小学生とかそのぐらいだろうけど、ジェルとかはジェルはいつだろう、ジェル3年ぐらい前じゃないかな、 2,3 年前ぐらいかな、したの初めてした、そのぐらいじゃないかな、覚えてないけど、2,3 年ぐらい前だと、そう、マニキュアも好きじゃないんだよね、だから自分で塗るのは、そう、誰かに塗ってもらうんだったらさ楽だからさ別にいいんだけど自分で塗るのはさ難しいし、マニキュア綺麗に塗るのも剥がれちゃうしね、だから塗らない、ジェルネイルもね可愛いんだけど、多分私が合わないんだよね、私の爪に剥がれちゃうんだよね、何回か重ねると、1回目とかはいいんだけど、その次オフして変えてみたいな、2回目ぐらいから、 2,3 回目ぐらいから、そう1本だけ取れちゃったりとかするから、そうだからもうしてない、可愛いし全然そのマニキュアみたいに剥がれないけど、なんか取れるんだよね、なぜか、そう取れないようにみたいな、取れやすいっていうのを言って、そうなんかあんまり取りにくいようにしてもらったりしても取れちゃったり、だからうんしてないです、だからそう可愛いんだけどね、ジェル、取れる、でも普通は取れない、普通の人は取れないんだけど、なんかね取れちゃうんだよね、剥がれちゃう、剥がれる、取れる、剥がれる、取れる、だからそう、普通は取れないんだけど、その取れてもそんなすぐ取れたりとか、多分取れても1本ぐらいなんだけど、何個か取れちゃったりするから、もう今はしてない、可愛いけど、ジェルネイル、だってめくれちゃう、ジェルネイル、ジェルネイルはなんかもうその時によるんだけど、なんか少しずつ取れ始めてる時、浮いてる時と、なんか根元とかさ先端が浮き始めて、でパカって取れる浮いてたらどうしても、その手洗った時とかにさ、こう中に水が入ってみたいな、取りやすくなってパカって普通に爪が痛むね普通に爪の上にずっと何か乗ってる感じ、可愛いけど、可愛いんだけどね、私の爪には合わないから、もうしてない、
ネイルしてないよ今。本当何もしてないです。普通のペディキュアしてそのペディキュア、マニキュア足塗るってこと。いやマニキュアが自分で塗るのは本当に下手だから。あとめっちゃ長いのね、待つ時間が。速乾とかね使わないと。だから基本しないです自分。ジェルネイルはね、そう取れちゃうからっていう理由だけだし、しない、自分では塗らないもん。今日はメイクさんに塗ってもらったから塗ってたけど、いやもうついてないんだけどね、もう落としてきたから。ありがとう、肉まんのギフトありがとうございます。昨日からしょ、いつまでなんだろう、あれ全然確認してない。肉まん、うん、肉まんの方が多いんだねこれ。なんかさ、この VS みたいなんでやってるじゃん、肉まんのギフトの合計対ハンマーのギフトの合計みたいな。肉まんの方が圧倒的に多い。と、うん、違う、期間を見たかった。3月2日え、あとちょっとなんだ、意外と短いね。みんな肉まん。みんな肉まんなんだ。そう、なんかあれで、ね、やっぱみんなそうなのかな。肉まんよりあんま、うん？肉まんよりあんま？あんまより肉まんか。あんまより肉まんの方が食べる機会が多いから。そう、あんま食べたことない。あんまり、あんま。美味しいけど。でもどっちかといえば肉まんの方が好きみたいな。うん、ポイントだね今はね、私のポイントだよね私。うん、間違えた、山だ今は。え、もうあとのやつしか、あと何ポイントみたいなのしか出てない、わかんない、出るかな、テロップ的なやつ。出たらわかるかも。あと192536ポイント、ゴール1が。あ、なんか時間が経ったら出る、多分。そう、なんかあるって何で。時間何分かに1回くらい出る。よいしょ。
そして今日は撮影をしてました。撮影。ワンピースだよ、ワンピース普通に繋がってるやつ、これここ別々に見えるけど、繋がってるやつ。その洋服では普通、いや、これじゃない、これは普通に私服、私服は私服で撮影じゃなかった。衣装違う服着て、コンビニで今回と買いしない。コンビニであんま買わないんだよな、肉。コンビニであんまり肉も買わないんだよ。でもさ、もらってもさ、私さ、辛子好きじゃないからさ。まあどっちにつけないから、あんま。もらうのかな。でもなんか聞いたことある、なんかもらうって何かを。うん、でもあんま買わないからわかんない、コンビニで。コンビニじゃなくて、その肉まんのお店とか、そのなんかさ、なんかスーパーとかで売ってる肉まん、あれ食べたい。あんまコンビニで買った、コンビニピザまんとかならあるけど、肉まんはあんまない。まあ買わないけど、そんなにピザマンもそんなに買わないけど、めったに買わないけど。あんまりコンビニでは買わない、コンビニ。なんかその肉まんとかよりかは、なんていうの、あのチキンとかの方買っちゃう。唐揚げとか。そっちレジ横。なんか気になってるのがあったら買っちゃうけど、もうこの間はホットケーキも食べた、ホットケーキもそう気になってて買って食べたけど、そう肉も美味しそうだなって思ったんだけど、その時でもホットケーキもは期間限定で、何その日が最後だったのかな、待ってます、ね、そう、もう終わりが近かったんだ、もう販売終了が近くて、そうだからそっちにした。そう、あんまりコンビニで買わないのかな、美味しいけど。ピザマンが一番好き。でもどっちも好きだよ、肉まんもピザマンもどっちも好き。ホットケーキプリンって、ホットケーキプリン、あ、なんか分かるような気がする、スフレプリンみたいなやつ、それスフレプリンのなんか見た目がホットケーキっぽいやつでしょ、違うかな。見たことある、それだったら買わなかったけど。買わなかったけど見た。スフレプリン美味しいよね、上にスフレが乗ってるプリン、あれ美味しい。あ、元はギフトポイント出てる、さっき言ってたことある。今出ました。今出ました。
かったらってこと、なかなか新商品ってない。あー新商品、確かになんかさ美容のやつだけどちょっと気になるみたいなやつあるもんね。確かにそういうのはなんか調べて美味しいっていうのを見たら買うホットケーキマンはなんか流行ってて美味しいみたいな。でもそういうのそういうの見ないと買わないけどな基本。そんなにさコンビニのさ新商品ずっとチェックしてるわけじゃないからさ、なんか SNS とかでこれが美味しいみたいなのを見てあそうなんだって買いに行くくらいだから。ホットケーキも流行ってて、そうそれで気になって買った。やばい充電がなくなってきた。充電充電ホットケーキマンはまだ、ホットケーキマンはね多分もう売ってないと思う。あれは期間限定だったんですよ。でもホットケーキマンさ前も売ってるの見たことあるんだよね。多分今回出たのが最初じゃないと思う。何回か見たことあるもんだって。前にも出てたの、なんかまた出たんだって思った記憶があった。前は食べたことなかった。途中で仕方ないよ、1時間40分ぐらいか配信してたら充電しないとさすがに切れちゃう。 100% じゃないと元が持たない。ショールームは減りが早いから仕方ないよ。唐揚げくんは食べる。いやそんなしょっちゅう食べるほどじゃないけど時々時々。ショールームバッテリー減りがいい。ショールームなんか配信系は配信の多分ショールームだけじゃないと思うけどこういう配信するアプリは多分どれも、まあ、仕方ない。配信とかのやつは多分どれもって感じだ。唐揚げくんさ普通の味、普通の味だったらいつもチーズか辛いやつレッド食べるんだけど、でも普通の味あんま買わない。大体さいつもさ期間限定のやつが出ててそれを気になって買うみたいな普通の味を買うってよりローソン行った時にで期間限定の味が出てて美味しそうで買うみたいな、そのが多い。唐揚げくん買うときは大分でしかないローカルなコンビニ、大分でしかないローカルなコンビニないかな多分普通のコンビニしか多分なんか北海道はあるんだよね確か、なんか見たことある忘れたけど名前そのコンビニの多分普通のコンビニしかないと思う。セイコーマート、あ、そう、それそう何かで見た、北海道にしかない。置いたわ、多分置いた県内だったらここにしかないっていうのはあるけど、あの日田にしかミニストップはないっていうそういうのだったらあるけど、普通にミニストップが全国であるから
県内だったらね、ここにしかないみたいなやつはあるけど。ひさにしかないんですよね、ミニストップ。二店舗あるんですけど、二店舗ともひさにあるっていう。少ない。そう、ミニストップ好きなんだけどね。プリンパフェが好き。ミニストップのスイーツ。デイリー、あ、デイリー山崎は普通になんかいろんな箇所にあったはず。ミニストップがなぜかそこにしかない。大分市になくて人で、そう、人。大分市にはない。人のみ2店舗。謎に人に似てそういうさ、栄えてる場所とかじゃなくて、そういう大分だったら一番大分市がこう栄えてるというか、なんていうの、人口が多い。大分市にはない。日田に似てもらうんだ。でもミニストップってもともとあれだよね、店舗自体が少ないよね。東京とかでも少ないイメージ。なんかセブンとかさ、他のファミマとかローソンとかはさ、結構歩いてたらすぐ見かけるけど、ミニストップってあんま見かけない。東京でも。それ大分は見かけないけど、だって日田にしかないんだもん。ミニストップがそもそも。日田歩かないと見かけないけど、ミニストップ。少ないよね、ミニストップ。ミニストップ好きなんだよね。プリンパフェ、他のやつはあんま食べたことないけど、スイーツプリンパフェが好き。フットスナックも好き、ミニストップの。そのレジ横の何回か食べたことある。ハッシュドポテトとか、そのさ、他のコンビニで売ってるさ、一個の大きいやつじゃなくて、なんかちっちゃいのがいっぱい入ったやつ、あれ美味しかった。そう、でもプリンパフェが一番好きなんだよね。うん、50分ありがとう。ランキング見ます。13位からランキング見ます。13位、トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。12位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。11位、ごめん先生さん、ありがとうございます。10位、オントモさん、ありがとうございます。9位、香港の春、まあ、とまあ、空京かおいさん、ありがとうございます。8位、WY あとまあ、空影の守護神さん、ありがとうございます。7位、京香ちゃんは癒しさん、ありがとうございます。6位、ムムさん、ありがとうございます。と、5位、にゃおこさん、ありがとうございます。4位、グラントさん、ありがとうございます。3位、ラスカールアットマーク、タムタムさん、ありがとうございます。2位、ウドさん、ありがとうございます。そして1位が、ラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。
明日の配信は普通にもうちょっと遅い時間23時とかにする予定です。10時過ぎとか23時とか22時とか22時過ぎとか23時とかのぐらいの時間にする予定です。明日は今日より遅めの予定です。前髪上がってるここだけじゃあメール送ってこようかな。メールをよいしょ。髪型後ろこんなの見えてるのかな。こんなのです自分じゃ分かんないんだよね。自分見てないから分かんないじゃあメール送ってきますね。じゃあ明日は22時過ぎとか23時からです。明日の配信はこのぐらいにしたいと思います。じゃあありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。おやすみ。ありがとうございました。